吉祥門大公院は、群馬県大田市金山町にある浄土州の寺院である。三号は、吉重山。正名は、義重山大公院に行った寺。通称、子育てドン流もしくは、ドン流様。登場三33観音特別札書、群馬7福神の部財天。中島飛行機で開発された百色銃爆撃機という、航空機の愛称、ドン流は、 同寺院の通称から名付けられたものである。慶長16年3月、徳川家康は、徳川一族の繁栄と、天下太平、さらにご先祖の新田義重の追善供養のため、菩提寺を建立する計画を立てた。家康は、この問題を、柴蔵上寺の勘地国師に相談し、菩提寺建立の敵地として、大田金山南緑が選ばれた。そして、 官地国史の門邸でように明の一人と言われる、鈍流商人が招聘され創建された。境代理には、日田義重や鈍流商人の墓がある。義重は、九条金真に従い、法年商人に帰還した。研究六年三月に、寺尾城内に、大公院を建立した。時を経て、家康は、官地国史、土井都市勝、成瀬正重に遺跡を探させ、 破壊と祖籍などをここに移した。後の明治時代には、浄土州官長として一州の近代的教団の、形成に尽力した日の礼隋が大閤院住職から、増上寺住職を経て、千代院門後へと、招集した。ドンリュウは当時、多くの子供がまびかれて殺されていたことを悲しみ、これらの子供を弟子として引き取って育てたため、後世の人々から、子育て。 ドンリュとしたわれた。高下カルタでは、尾の札に、大田金山子育て、ドンリュとして再録されている。大公院正面の大手門は、徳川家康の大阪城落城の日当日に落成したため、吉祥門と名付けられたという。慶長17年春、幕府は、各工事係役を定め、各地から名牧領材を選定し名工を動員した。 同年から土台等の基礎工事に着工し、日によるを継いで工事を進め、翌年の慶長18年春に竣工した。時折大正年間、第66世、血の学ぶ誠は老朽化を憂い、創建以来の画乱の大改修工事を行った。お玉屋造り。京間造り。東西13県、南北11県半、入も屋造り。南向き。 中央壇上に、本尊の阿弥陀三尊像が安置されている。阿弥陀如来立像は、安阿弥の作と伝えられており、両脇寺の観音菩薩像と、聖子菩薩像は、運慶の作と伝わる。また、右側には、東初大根源に家康公の遺廃と左側には、大根院でに吉茂公の遺廃が安置されている。道内の右脇壇には、新田義茂、徳川家康、 徳川秀忠の三体の尊像と徳川歴代将軍の遺廃が安置されており、左脇団には太公院歴代住職の遺廃が安置されている。元那八年、ドンリュウは民衆の熱望により自らの像を自身の手によって作り出し、同年に海岸を行った。この像が現在の海山道の本尊であるドンリュウ商人の尊像である。この像を祀るため、 鈍流の滅後に混流し、その道具を解散道とした。大正年間までの旧解散道は、宝行作り、瓦吹き、壁は漆喰であり、玄根の解散道よりも小さいものであった。大正年間、当時の漢寿の血の学ぶ誠は、解散道の建て替えを発願され計画を進めていたが、大正十五年五月に血の学ぶ誠は宣言された。公認の漢寿として、 指名を受けていた宗教大学教授の鈴木霊馬がその事業を引き継ぎ、昭和9年に桃山風建築の道具として、ついに完成を見た。大型鉄筋コンクリート建築としては、日本初の仏閣建築物として建設されたものであり、その遺構は貴重なものである。内外装が完了したのは、時代の鈴木霊界の時代になってからのことである。京馬作り。 南北十軒、東西六軒、南向き。本堂より向かって、右側の一段下がった場所にある。一段下がった場所にあるのは、徳川家の先祖を祀る本堂と同じ高さに将軍がいるのは無礼であると考えられたからだと伝わる。京間作り。北向き島、東西九軒、京間作り。南北六軒、東西三軒、東向き。上国所ともいう。 東角マ関東18団林時代の学寮である、南北10県、東西8軒、縦3軒半、横2軒、南向き、南北2軒半、東西6軒、南北6軒半、東西2軒半。周囲には、1932年に植樹した桜並木の名所八瀬川をはじめ、東山球場、現在は廃止したが、動物園、 太古案などがあり谷崎潤一郎的世界を形成している。ありがとうございます。